紛れ子8月17の更新。3周年記念直前キャンペーン開催。もうそろそろそんな時期か。なんか0時更新でちょっとしたイベントというかお話が入ってたね。3周年カウントダウンログインストーリー、これですね。そして今日の17時更新より、紛れ子ミラクルクイズ、何大陸横断すんのそしてアルマドといろはやちお決戦バージョンのビッグアップガチャ、これは迷うな。アルマドはね、引いといて損はないし、重ねれば重ねただけ強くなるしな。そして待望のアルマドといろはやちお決戦バージョンに精神強化がね、もともとが強キャラだったからなかなかね精神強化はつかないようにしてあったんだけども、とうとうか。となるともうね、ミラーズとかでアルマド置いちゃう人多いんだろうな。ただ対抗策、なんかやってきそうだよね。それこそ3周年で悪魔ホムラが実装されて、でアルマドに対して、もしくはマドカに対して、そうマドカキャラ全に対してなんか特攻が入るとかさ、なんかそういうのあったら面白いねで、メインストーリー一部の獲得報酬ドロップ率改善、素材不足時にショップへ、遷移できるボタンを追加。で明日からログインボーナスの内容を改善。おお、またなんか変わるんだ。どうしよっかね。ガチャはとりあえずその3周年の時に何があるか分かんないから控えておいて、この紛れ子ミラクルクイズっていう怪しいやつをやりましょうかね。紛れ子にまつわるクイズを答えて報酬をゲット。ホーム画面の左下のバナーより初級、中級、上級。問題は3つのジャンルから、ストーリー、魔法少女、システム&バトル。上級とか難しいんだろうな。これ何回でもいけんのかな。クイズの回答に制限時間はありません。挑戦回数に制限はなく何度でも挑戦できます。おー、なるほど。もう最後の最後嫌になったら、報酬だけ欲しかったらもうウィキなりなんなり見て、回答だけ答えちゃうってのもありだねまずは普通にやってみたいね。クイズ終了時、なるほどね。各難易度で初めて10問回答すると、正解するとってことかな。初回クリア報酬としてマギアストーン獲得。全部やると、全問正解すると、普通に回答するだけでもマギアストーンはもらえる。で全問正解だと3周年記念メダル、それはなんかに交換できるんだろうな。うわ、すごい、50、60、70、結構もらえるね。でさっき言ってたガチャ、アルマドノとイロハヤチオ決戦バージョン、これも欲しかったけどね。こっちは当たんなかったんだよ。アルマドは2枚入ってます。ただね、石の数がちょっと心もとないんで、ほんとね、3周年で何があるか分かんないから、ごめん、今回はガチャは引きません。ミラクルクイズ、順番にやっていかないとか。挑戦、てーん。第1問、メイドカフェのアルバイトで泉かなぎが名乗っていた名前は、なぎたん。経過時間一応あるんだ。自分自身との戦いだね、タイムアタック。キューベイから得た力はどれだっけ。変換かな。いろはが神浜にやってきて最初に出会ったのは八千代さんかね。ああ、違ったか。誰と最初に会ったんだっけ。願いを思い出したのは何と接触したのがきっかけ。覚えてない小さなキューベかな。魔法少女のコピーを倒していく BP を消費してミラーズ。好きな魔法少女をホーム画面に置きたいとき必要なものは、お気に入り設定。システムの問題だね。アーカイブでイベントの未読ストーリーを解放できる。水槽かね。名前からして八千代の魔法少女歴は8年じゃないか堂々と言って間違えた。7年の方かな。スデリーなんだろうな、これ前調べたような気がするけども、これはアイドル、女性アイドルだね。タナマンか。なるほど。中級上級は24日と31日まだなんだね。魔法少女のドッペル解放に必要ではないもの、
魔力解放だね。メイドカフェのアルバイトで、あ、これは、うん。同じ問題も出るんだね。トキメイ一族が願いを叶えて戦うのは何のため？日の元を守るため。天音姉妹はフェリシアから何と呼ばれた？ピーヒャラ姉妹、ピーヒョロ姉妹、どっちかだろうな。ピーヒャラ。あー、違ったか。2部、自動浄化システムを奪うため、各グループが狙ってるのは、腕輪のやつ。石なのかな？正解。イロハの願いは、ウイの病気を治したい。メモリアを限界突破するために必要なものは、同じ名前のメモリア。チハルの憧れの探偵の名前は、トドロキ。高一かな。コピーを倒していくミラーズ、同じ問題。イロハが神浜にやってきて、これ誰だったんだろうね。誰だっけかな。釣るのかな、じゃあ。ああ、違った。正当を教えてくれないからね。まあ、ググればすぐ出るんだろうけども、神浜の電力を使って、里見東花は神浜の電力を使って電波を飛ばすことで、タクシー違うな。これワルプルギスの夜か。うん。イロハの願い。はい。同じ。初級でこれか。プロミストブラッドが気持ちの意思を求める理由は、二騎士の魔法少女救済と、神浜への復讐かな。うん。メモリア所持枠とは別に、メモリアを保管できるのは保管庫。魔法少女のドッペル解放に必要でないもの、さっき出たやつ。選ぶ端末を変更するとき、同じアカウントでプレイするために必要なものは、引き継ぎ連携の設定。第1部6章、八千代は自分の願いの影響で、仲間が死ぬ。さっきあれ、ピーヒョロ、どっちだっけ、間違えたんだっけ俺。ピーヒョロ？うん、ピーヒョロ姉妹か。フェリシアが生業としてたのは傭兵だね。うん。見たまぬる料理の評判は、うわー、どれだろう。とてもまずいか、美味しくはない。まあ、壊滅的にまずいっていう、うん、エピソードもあるから、とてもまずいでいいのかな。よし。やった、正解。10問。記念メダルをゲットしました。で、この結果をツイートしたりってことだね。で、このメダルを交換する動向はまだないと。なるほどね。新しい面白いシステムだな、ミラクルクイズ。うん。平和。まあ、ほんとね、3周年が楽しみですね。うん。そして、ホーム背景とかずっとこのままだから、ちょっと変えようかな。噂アクレイム。うん。水着キャラにぴったり。そしたら、お気に入りも変えとくか。誰にしとこうかな。まあ、水着キャラがちょうどいいんだろうけども、水着のマミさんも弾けなかったし、ね。桜子ちゃんも結局弾かなかったから、このままでいいかな。それとも、まあ、アルマドがね、うん、精神強化、実装おめでとうということで、マドが先輩にします。紛れぼ世界のイロハちゃんが泣きわめく声が聞こえるね。ふふふ、最高だ。紛れぽの方も3周年で何かやってほしいですね。じゃあ、こんな感じで、また次回。